そして本日は「ゴジラマイナスワンのキャスト監督にお越しいただきました主演の神木隆之介さん浜辺美波さんそして山崎隆監督です。 神木さん16年ぶりの東京国際映画祭今回はクロージング作品として戻ってきていただきましたが今のお気持ちをお聞かせくださいはい、えー、まずは神木雄之介と申しますお願いします、えー、今回、えー、16年ぶりにで、そして僕あのこの作品がクロージング作品ということでこんなに、えー、光栄なことはないなとそしてこのゴジラという作品で、えー、山崎隆監督をはじめ えー、浜辺南と、えー、信頼する、えー、人たちで、あのこの場に立てることをすごく、えー、光栄に思っております、えー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 そして浜辺さんオープニングの日に初めて東京国際映画祭レッドカーペットを歩かれましていいかかがでしたでしたでしたょうかはいあの私自身はあの東京国際映画祭に参加するのが初めてだったのであの映像では毎年見ていたんですがこんなにもあの熱のあるイベントだと思っていなくてかなり驚きましたですが「ゴジラ」をはじめ監督そして神木さんとともに歩くことができたのでかなりあの楽しんでこの初めてのイベントに参加できてとても嬉しいです。 し方ですはい。そして山崎監督ゴジラマイナス1が東京国際映画祭クロージング作品に選ばれてどのようなお気持ちでしょうか、はい、そうですねあのあ監督をしました山崎隆ですよろしくお願いします、えー、ゴジラはですね昔あの結構東京国際映画祭のクロージングにゴジラが毎年毎年っていう時代がありましてあのその時に あの最速でゴジラを見れるタイミングっていうのは東京国際映画祭だったんであのいいなというふうに思ってたんですけど、えー、久しぶりにゴジラが東京国際映画祭のクロージングを飾れるということであの非常にあの先輩たちに憧れてた時代がありますんであついに自分のゴジラがあのこの生えある場所に来れたんだっていうことを非常に嬉しく思ってますし。あの そのしかもクロージングという特別な時間にあのこのゴジラを皆さんに見ていただくということはあの非常に光栄ですしなおかつあの今回、一般の方に見てもらうあのゴジラマイナスワンの上映の初めての機会がこの東京国際映画祭のクロージングなんであのそのことも含めて非常にあの今日楽しみにしてきました、はい、よろししくお願いしますはい本当に我々もね嬉しい気持ちでいっぱいでございます。 神、えー、木さん、浜辺さん、日本を代表する世界中から愛されるゴジラ、出演が決まったときは、どのようなお気持ちでしたでしょうか、まず、木さんからお願いいいたしますはい、僕は、プレッシャーが大きかったですねやはり今おっしゃられた通り、えー、日本を代表し、そして世界でも愛されているゴジラという、えー、コンテンツ、本当、ゴジラという存在に関われるというのが、 まあそしてそこのその作品の主役をやらせていただくというのはとても大きなものを背負わなければいけないのかというプレッシャーは大きかったですただあのそうですねもうすぐあの11月3日に公開ですけども今はそのプレッシャーというのはなくてどん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 逆に皆さんに愛されている ゴジラという作品に関われたことを今ではすごく誇りに思っているので、今はもう公開に向けて皆様が見て皆様に見ていただいて、どう楽しんでいただけて、どう感じていただけるのかっていうのをの楽しみにしています。はい、ありがとうございます。浜辺さん、いかがでしょうか？はい、あの勝手になんですけど、シンゴジラという前作以降、しばらくゴジラという作品を。 見ることができないのかと思っていたので、まずはあのゴジラという作品が帰ってくること。そしてあのマイナスのようなこう。戦後の時代を描いたゴジラを群れるということにあの驚きまして、そこから一気に緊張が感じたという流れでした。あのゴジラという作品に出演できることはあの念願だったので、それが叶うということで、あの嬉しさと。 この「ゴジラ」という作品に出演するにあたり自分のお芝居がこの作品をなんかちょっと台無しにしないようなえちょっと頑張らなきゃいけないなっていうような気持ちになりまして監督をはじめ神木さんとあのその皆さんと一緒にえ共に作品を作る中でこう皆さんの胸に今まで培ってきたものを全力で出せるようにこう胸に飛び込むような気持ちで頑張りたいなと意気込みがありました。 では、山崎監督、最後にこれからご覧になる皆様に一言メッセージをお願いします。はい、あの僕らは本当に劇場にお客さんに帰ってきてもらいたいというか劇場に来てもらいたいという思いであの体感する映画というのが一つのそれの答えなんじゃないかと思って。あの 劇場で見る映画にふさわしいものを作ろうと思って頑張ってきましたし、えっとここにいる2人をはじめとする役者の皆さんも本当にゴジラと真剣に取り組んでいただいて、あの本当に素敵な映画ができたんじゃないかなと思ってます。あのぜひ劇場で見ていただきたいですし、あの劇場というものはこんなにあの映画を見るのに素晴らしい場所なんだということをもう一度あの認識していただいて、あの映画が すごくあの素晴らしい文化だということをあの改めて感じていただきたいなと思いますし、えっと、その一番最初の,この,あのこ公開を東京フィルムフェスティバルでやれるということは本当にあの光栄なことだと思っていますし、はい、クロージング作品「ゴジラマイナスワンから主演、神木隆之介さん浜辺美波さん山崎隆監督にお越しいただきましたありがとうございました。 では、どうぞご相談ください。